はい、中野プロパティマレーシア中野です。今日は KL1 レートのいいモールと両替商でコロナで臨時安34万円両替をやりました。その店と両替のやり方、両替レートの見方などを教えます。ですので今回この動画を見ればあなたも KL で一番両替レートのいい有名なミッドバレーモールのその中でも実際に両替レートが良かった5つの店の中からベストなお店の見分け方とそれらでの実際のね両替の仕方、両替レート表の見方なのが分かるようになりますのでぜひ最後までご覧ください。ということでこのモールに行ったのは3月13日金曜日、トランプ大統領の非常事態宣言が出る直前に両替に行きました。ご覧の通り普段はねこれ止めるとこ全然ないぐらいパンパンの駐車場だったんですけど金曜日のね夕方それでも今回はこれぐらい空いてました。で、早速ですね一番両替レートのいいこの LG 界のこの角のねスーパーマーケットの前のこの両替所で両替をレートをまずはね確認ですね。こちら両替のレート表があるんですけど拡大したところちょっと文字見えない、見えにくいかもしれないですけど1000ジャパニーズ円、1000円がもらうわけですから安い方を見てもらったら分かるんですけど 39.951 見にくいかな、はい、1000円払ったら 39.951 リンギをもらえますよとそういう見方です。この黄色の両替商は、ここ1、2年かなでできたばっかりなんで、前からいる人も知らない人、日本に帰っちゃった人は知らない人がいるかもしれません。最新情報です。で大体この両替商が一番レートがいいんですね。なんですがあと一応 1,2,3,4 つ見るとこがあったので、それを確認しようということで、モール内をこの LG 界ね、ミッドバレーモールの LG 界をテクテクと別の両替商の方に歩いていく私です。はい、この日はね金曜日の夕方なんですけどしつこいですけどいつももっとごった返してるんですけど、空いてました。まあ極端に空いてるってわけじゃないんですけどこんな感じで、はい、寿司亭さん、日系のねお店も中ちょっとちらっと見えるかな、結構ガラガラでした。さらに新しくオープンした弥生軒さんも残念ながらガラガラでした。でテクテクと先ほどの、黄色い新しい両替所から歩いていくと同じ階なんですけども有名な3つ並んでるねこちらの両替所に着きますと。で最初は一番左のマネーマスターさんでこの日の両替レートなんですけどもこれもちょっと文字が、潰れてて見にくいんですけど 39.90、まあ、いずれにしても1000円で40リンギはまだギリギリいかないかなというのですね。はい、次にこちら、マリック・マジュさん真ん中ですね、3つ並んでる真ん中こちらも拡大前のチャートがこんな感じで拡大すると 39.90、 だいたいこの3つはね横並びなんですよ。日本人多いですし、まあ何でしょう、団子じゃないけども、はい、最後ちょっと店名取るの忘れましたけど一番右のお店ね、でちょっと見にくいですけど左の上の方ですね 39.8 って書いてるの分かりますかね。 39.8 これですね。だから39リンギ台でしたと、40リンギ台に突入した店がなかった、そういうことですね。そんな中ですね、その裏にあるんですけど、これ本当分かりにくいんですけど、NS キャッシュポイントっていうところ、これも最近できまして、こちらもね、大体最初にご案内した黄色い店に比べると、いつも負けてるんですけど、この日のレートはというと、はい、実は4、4の数字が出ました。さっきまではね、1000円あたり、40リンギどうかなっていうところだったんですけど、これ100円あたりなんでね、1桁下がります。でも同じことです。100円で4リンギってことは、1000円で40リンギ、ここが一番大きいと。一番レートがいいということでここにしようということになりました。今まで見てきたのは両替商のレートですけども、じゃあ今実際の市場市中レートはいくらなんだということでググってみますと1リンギは 24.74 円ですと。でも今まで見てきたのが100円あたりもしくは1000円あたり何リンギともらえますかっていう計算なので、なので100円あたりいくらリンギなのかっていう今のね市場レートがいくらなのかっていうのを計算するとこちらですね、1リンギを 24.74 円ありますから1円あたり何リンギットですかと、でかける100円ですよねって100倍したら今の世の中のレートは本来100円を出すと 4.04 リンギもらえると、それが4リンギで両替してくれるというところなんで極めて両替レートがいいんですね。これが KL の両替レートの特徴です。で実際にね、ここが一番いいというのが確定したのでこのね両替商のお兄ちゃんに34万円を渡したわけです。でこの両替商のお兄ちゃんに数えてもらってる間に100円で4リンギってことは34万円でいくらになるのかっていうのをね、メモで書き出しましてそれを実際にね計算したところです。
それがこちらで、34万円は100円で割ると、さらにそれをそれ単位あたり4リンギもらえるんで、こちら1万3600もらえますよと。で、計算してる間にこちらですね、明細書ももらえるんですけども、こういうのがもらえて、で実際ここにもね拡大すると1万3600、はい間違いないよねというところで、結構な札束だったんですけど、それまあ写真撮るのかね、両替所での前でやるの嫌なんで、それは控えました。はい、まあまあな札束になります。ご注意ください。でこのお店ですね、一応まあ名刺もあったんでこれをもらっておきました。でここからですね、この後はね実際ね、そんな大金持ち歩きたくないんで、この中モールの中をテクテクと歩きまして、近くにねこんな、CIMB の銀行がありますので、こちらに入金すると。このね入金の手続きもこの後、実際にね次の動画でご紹介したいと思ってますので、ご覧くださいませ。今回紹介した、両替所、あの載ってないところもあるんですけども、も含めてミッドバレーの両替所も含めて、他のね、エリアの経理エリアの主要な両替所で、ホームページから、リアルタイムな両替レートが抜き出せるところは、私がプログラムを組みまして、こちらのうちの弊社のホームページの弊社の記事でですね、こうやって、リアルタイムのレートとその地図場所ですね、こちら紹介しているページがあるので、動画の下の概要欄に説明欄に貼っておきますので、よかったら、こちら、またね覗いてみてください。これからも有益な情報をご案内していきたく考えてますので、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは。